うっす、ごごちです。唇の内側の口内炎に悩まされております。マコーロへ、5年前のマコーロへ。うむ、活力が戻ってきたね、クラウドに。うお、あー、ここね。とんでもない、完全に死んでるけどな。お、来た来た。あ、クラウドじゃない。そうね、このシーンはほんまはクラウドおったもんね、前やと。ザックス、ザックス、思い出したのね。ザックス、でも思い出したって言うけどさ、うん、なんでここのシーン見てはってなるの。そうなのよ、セフィロスとニブルヘイムに来たのはザックスだったのよ。それじゃあクラウドはどこにいたの。あーポーン。ねえクラウド、あなたはこれを見ていた。見ていた。おお、バスアルソン持っていった。この持っていた時点で並大抵の人物じゃないけどな、あの剣。ちょいっと持っていったな。おお、おお、あんたを尊敬していたのに、憧れていたのに。おお、クラウド、神羅兵として、神羅兵としてついてきてたんだね。そうだったんだ。ここにね、あー、一緒にいたのね。私を見ていてくれたのね。でも言わんかったんやね、自分から。うん、覚えてる。そっか、クラウドだったんだ、このね、うん、入れへんかった神羅兵。お、ザックス、急すぎて読めへんかった。おお、このシーンもね。ソルジャーにはなれなかったよ。絶対になってやるなんて言って村を出たくせに、恥ずかしくて誰にも会いたくなかった。まあその申し訳なさとか情けなさ込み込みで記憶がなかったんかな。あの部屋がわざわざ被ってきたんや。来てくれたのね、約束守ってくれたのね。ピンチの時にちゃんと来てくれたんだ。ごめん、行くのが少し遅れた。いいのよクラウド。あ、セフィロス、お前ごときに。なんかもいでる、もいでるのか、シンラのあれか、ヘルムか。どこ行くんや。ちゃうな、これジェノバの頭か。怖っ。お、クラウド、セビロスにとどめよ。バーン飛んでったもんな。何も持ってないぞ。セフィロス。何も持ってないよ、ほら。大丈夫か。ああああ。図に乗るな。もう武器持っていかへんから。おっと。グリグリされてんのこれ。違うな。そんな。
バカな。うわ、そ、そ、すごい強刺されたのを使って相手吹っ飛ばすってやばいよ。クラウドのパワーえぐ。で、マコーロの下に落ちたんとか。バケモンどっちやねん。クラウド、それじゃあさよならだ、ティファ。また会うためにね。おー、全部のクラウドが立ち上がって。おお、集まってきたな、集まってきたな。記憶が一つに。おお。あとはあのデカクラウドもね。よいしょ。でも記憶のそのなんでこう記憶がこういうことになってしまったんやろね、クラウド君は。おえ、どういうこと。クラウド、ほ、アルティメットシングクラウドの誕生だ。ティファ、あ、クラウド、本当にクラウドなんだね。あ、ティファ、やっとまた会えたな。バカ、みんなに心配かけて。クラウド、大丈夫？声が、奴らの。そうか。私たちライフストリームの中にいるんだね。みんな待ってるよ。帰ろ、クラウド。みんなのところへ。あ、そうだな。帰ろう、ティファ。一緒に。うん。もうどういう原理で起き上がってきた。押し上げられて。おお、みんないる。おい、大丈夫か、ティファ。起きた。バレット、帰ってきたのね、私。クラウドは、彼は大丈夫？ああ、心配いらねえ。しぶとい野郎だぜ、まったく。ねえ、バレット、私、ライフストリームの中で本当のクラウドを見つけたんだ。うん、私が見つけたんじゃない。クラウドが、彼が自分自身の力で見つけ出したんだわ。ああ、わかってる。疑ったりして悪かったな。しかしお前には負けたよ。大した女ぞぜ、まったく。人間って自分の中になんてたくさんのものをしまってるんだろう。なんてたくさんのことを忘れてしまえるんだろう。不思議だよね。あらら、体力が限界だ。おい、ディファ、しっかりしろ。ディファ。まあまあ、そう、クタクタやろうしね。目覚めたやろうけど。お、普通にクラウド起きてる。みんな、すまなかった。なんて言ったらいいのか。もういいよ、クラウド。謝ってばっかりだからね。俺は元ソルジャーなんかじゃない。みんなに話した5年前の出来事やソルジャーとしての話は、俺自身が作り出した幻想だったんだ。大見え切って村を出たのに、ソルジャーになれなかった俺。
それを恥じた弱い俺は、親友だったザックスから聞いた話、さらに自分で見たことを混ぜ合わせて幻想の自分を作り出した。そしてその自分を演じ続けていたんだ。幻想かよ。その割には強かったじゃねえか。体はソルジャーとほとんど同じなんだ。宝女のセフィロスコピー計画というのは何のことはない、ソルジャーを作るのと同じやり方でしかなかったんだ。ソルジャーは魔法を浴びるだけじゃない。実は体内にジェノバ細胞を埋め込まれた人間なんだ。良くも悪くも心が強い人間はソルジャーになる。ジェノバのユリユニオンも関係ない。でも弱い人間は俺のように簡単に自分を見失ってしまう。ジェノバ細胞とセフィロスの強い意志、そして俺の弱い心が生み出した人間、それがみんなが知っていた俺、クラウドだ。俺は幻想の世界の住人だった。でももう幻想はいらない。俺は俺の現実を生きる。ひねくれ者のクラウド君ね。それじゃ今までと変わんねえぜ。ところでクラウドさん、これからどないするんですか。まさか船から降りるなんて言わんといてや。メテオが降ってきてるのは俺のせいだ。だから俺にできることは何でもやるつもりなんだ。おう、星を救う戦い続けるんだな。バレットがよく言ってただろ。うん、あれだな。なになに、わからないよ。みんなで言う。俺たちが乗った列車は途中下車はできないんだ。わー。大団円復活。クラウド復活、クラウド復活、クラウド復活。ああ、ようやくクラウド君が復活しました。めでたい。おい、なんや。あ、ちゃんと敬礼して。クラウドさん、お話感動しちゃいました。自分も弱い人間っすから、クラウドさんの気持ちよくわかります。なんかビックスとウェッジみたいなやつやな、こいつ。さあ、いつ戦いが始まるかわかりません。準備をどうぞ。準備完了。あのな、クラウドさん、僕らな、ヒュージマテリア作戦の途中ですのや。知らんもんな、クラウド。それでな、早速ですけど、ジュノンに海底魔航路ってありますんや。僕の知ってる限り、あとはあそこが残ってるだけですね。てなわけで、行きましょうか。ということらしいです。ジュノンへ。ジュノンへ行けということやな。ゴーゴージュノン。ティファが心なしか元気そうだ。ナナキも泣かしてくれるぜ。ああ、リーダーとのは大変。確かに。あ、見習いパイエットのレベルがどんどん上がっている。あれ、アンダージュノン。ああ、そこそこ。ヒュージマテリアを上のジュノンに集めている。なるほど。ああ、そこそこ。海底魔法炉つてだな。ジュノンの下にあるみたいな。はいはいはい。俺は、マジで海なくなってんの、ここの。ここの、何やったっけ。あ、でも、あるな。イルカは、イルカはもういないのかしら。いや、あの、何やったっけ、ブリヒラやったっけ、なんか、少女おったやん、ここに。あの子ってどうしてんねやろ。ちょっと探してみるか。オフ。あ、いたいた。誰なの？お、ブリシラちゃん。僕だよ。かわいい。私の、惚れられてる。ほい。姫
気のせいかもしれないけど、何か物足りなくないか。どういうこと？景色的なことなんか？物足りない。お。何か買えってことか？なんか品揃え増えてたんやけどさ、店見に行ってみたらなんかネタ武器が増えてただけやった。おいおい、訓練の成果を見せちゃれ。おお、行っちゃった。そういうこと。逃げた。かわいい。やれやれだぜ。やべやべ。警報が。ちょっとやべ。てか敵めっちゃ弱いのにめっちゃ経験値くれた。弱い割にね。はい、エレベーターガールいるやん。お、生き残った方が彼女とデートできるってのはどうだ。よし乗った。でもよ、二人ともやられた場合は。おっと、そりゃいい子なしってやつだ。かっけえな。なんやこいつら、ちょっとかっこいいやんけ。めっちゃモブやな。弱い。弱いやつや。かわいそうにな。トラインなんか使っちゃって大人げなかった俺が。すまね、峰打ちじゃってしてくれてるかな。申し訳なくなってきたこいつらに対して。ああ、死んじゃった。こいつどんな気持ちでエレベーター操作してんねやろ。キーよくも私のファンを減らしたわね。そっち？腹黒やったこいつ。さあお仕事お仕事。何？おお、ジュノン万歳。犬は何やったの？ワンちゃん、お前に危害を加えるつもりはない。おお、こういうアングル久しぶりや。おお、綺麗。めちゃくちゃ綺麗やん。いいな。イルカがすごい元気。急に音なくなったな。何ここ。まあ、このスイッチやんな。これ、あれ？え？これ絶対これやろ。ああ。潜ってんだね、今。ええ。おう、魔晄楼のテーマと俺が勝手に呼んでる。魔晄楼のテーマが。お、強そう。やばい。弱すぎる。敵が。大丈夫か。お、潜水艦か。いいね。お、二つある。てかクレーンが動いてるのがちょっと気になるな、今。これで潜って取りに行くのか。ここはまだ海洋マコールじゃない。あ、いや、そんなことない。セーブはします。